主人が亡くなって、急だったんですよね。長く患ったわけじゃないんですよ。倒れて2日で亡くなっちゃいましたから。でもその時にもうこの里ホームとして5店舗あったんですね。で、従業員さんも25人ぐらいいたのかな。確かに亡くなって悲しくて大変だったんですよ。でも事務的にこう、葬式の段取りとか、どんどんこう、動いていきますよね。やっていきますよね。でもそこで、お通夜やって、お葬式やって、そのお葬式の時に、みんなでこう、朝礼を、社長の棺をね、囲んで、やってくれたんですよ。それで、ちょっとまあ決心も固まったっていうのはあるかな。告別式のすぐ後が私、誕生日だったんですね。でもそんな時でも社員さんが誕生日のプレゼントをね、用意しててくれたんですよ。そういう社員さんたちがいるとやっぱりね、やる気になるじゃないですか。やれるところまではやろう。そこでもう結束しましたね。私は社長がいて後ろにいる立場で裏方だったと思うんですよね。それが会社のトップとしてこう前に出て、みんなを引っ張っていかなくちゃならないんだと思った時に、やっぱり自分を変えなくちゃと思ったんですよね。それでもうすぐにもう何かないかしらといろんな人に話を聞いて、言われたもの、まあ、全てじゃないですけれども、じゃあやってみようっていういろんな研修とかですね、受けましたね。まずは自分なんですよね。自分のやる気なんですよ。会社の業績なんかも、私がのんびりしてると、やっぱり業績はのんびりしちゃいますし、私が張り切ってこう、じゃあ今月はやろうとかってなると、最後の最後まで数字を追うんだってことを意識していくと、やっぱりそれなりに動いてくれますし、もう敏感ですよね。社員さん一人見ると、本当にその会社の社長なり、わかるっていうじゃないですか。その通りですよね。商品は多々あるんですけれども、やっぱり人なんですよね。オーナーさんとかに喜んでいただける、社員さんはよくやってるよって言ってもらえたことが本当に嬉しくて、多少こう私も謙遜して話しますけど、いやいや社員さんはよくやってくれてるよって昨日も言われたんでね、ああそうなんだなと思って、そこは謙遜しなくていいのかなとも思いましたね。やっぱり違うところに行って、まあ、大したこう、おもてなしじゃないんですけれども、そういう接客を受けなかったと。話も聞いてくれなかったと。でも、佐藤ホームさんに来たらば、ちゃんと話を丁寧に聞いてくれてね。そこじゃ借りられなかったのに、借りる物件をちゃんと探して、オーナーさんに交渉してくれたと。そういう話はよく聞きます。それが社員さんの、モチベーションにもなってます。私たちはそういう接客をしているという。やっぱりそれはお客さんに対する思いじゃないですかね。結局一人のお客さんは、里ホームのお客さんなんで、あくまでも。一人のお客さんのために、みんなで、社員皆さんで、物件を提供するというか、おもてなしするっていうのは、基本になってます。お部屋探しとかそうなんですけれども、私たち社員にとっては、数多くやってる中の一つなんですけれども、探しているお客様にとってはそこが一つなんですよ。初めてのお客様もいらっしゃるし、そこを忘れちゃいけないんですよね。朝礼をですね、毎朝やってるんですけれども、私どもは職場の教養を使った朝礼をしてるんですね。で、経営理念から始まって、行動指針の7か条っていうのもありまして、それから、職場の教養の輪読をするんですけれども、内容について、やっぱ考えるんですよね。それが決して誰かからやらされてるっていうんじゃなくって、みんなが共有して、自分たちでこう思いを考えられるっていうのはありますね。自然にこれ自分たちがやってることとか人に対する思いとかっていうのを身につけていってるのかもしれないですね。私が社長をやっている意味というのは、やっぱりこの小山市で創業してますから、地域貢献なんですね。地域貢献なんですけれども、
私、小山市の市民の方から、まずはね、サトウホームがなくと困る、ないと困るんだって。で、そういう会社にしたいんですよ。で、社員さんも、もうサトウホームに勤めてることが誇れると。そういう社員さんにしたい。したい。させないといけない、私は。そう思ってます。サトウホームに入りたいと。入って、一緒に仕事がしたいと。この地域のために役立ちたいと。そういった会社にしたいと、と思ってます。店舗数はね、今6店舗なんですけども、やっぱり先代は、主人は10店舗って言ってたんですよ。で、栃木県ナンバーワンって。だからそこは私がやっぱり社長ですし、やります。ナンバーワンの意味もあると思うんですけれども、やっぱオーナーさんとかお客さんのために働くナンバーワンがいいんですよね。で、社員さんも、誇れるナンバーワンでいいと思ってるんですね。だから、まあ、本当に王道を行きますんで、はい、王道を行った上でのナンバーワンです。でトータルとして、集客から客付けからそして管理から全てできるナンバーワンで目指してますんで、はい、人ってやらなくちゃならない立場になるとやれることができるんですね。やろうと決めた時に周りのこう協力者が現れて、本当に不思議な縁もいただけて、ここまでにしてくれた、ね、先代が残してくれた会社ですので、私はここを守るどころかももっと大きくして、こういういい会社があるっていうことを、自信持って社員さんにも思ってもらいたいですし、ここに入りたいっていう人も、どんどんこう、多く、現れてほしいですし、それによって人生って自分の考え一つであるし、自分が思ってやるかやらないかなんですよね。どっちにしたって人生って終わってしまうんで、だったらこう自分が思ったことをどん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 やって受けて受け入れていけばいいのかなと思います。つまらないことにこだわって動けないということがないように、チャンスいただいたものは全て受けてやっていこうと思ってます。